どうもなおじんです。さあ今日もポケモンアルセウスやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあアルセウスで重要なアイテムありますよね。そうこれ頑張り系のアイテムですね。頑張りの砂、砂利、石、岩です。頑張レベルを上げることができるアイテムで数がすごく必要になるんですよね。それを結構簡単に入手する方法ありますので、それを紹介します。フィールドに出ようとすると、デンスケから、ポケモン大量発生の報告があったらしいぞと、言われることがあります。そうするとフィールドに、ポケモンのね、姿があります。そこにね、行ってください。そうすると、ポケモンがね、大量発生してて、入手し放題です。まあ、今回はサマヨールなんだけども、他のポケモンが出ることもあります。めちゃくちゃいいやつが出ることも多々あるので、これは必ず行ってください。とりあえずどんな場所か行ってみましょう。発見しました。大量発生報告のポケモンを見つけた。ああいう感じで、むちゃくちゃいるんですよね。ちょっと待って、お前鬱陶しいからまず倒す。運が良ければ、親分もいることがあります。結構いるかな？うん、俺も今まで10回ぐらい大量発生のところ行ってみてるけども、親分は結構います。で、これを見つけたら、あとは、ボールを投げまくるだけ。です。あー、サマヨールやりにくいな。で、見えにく、ここ。めちゃくちゃ見えにくいとこだ。よっと。もう見つけたらね、もうボールを、もう乱射するだけ。そこだ！お前もだ！そしてお前も、もうちょっとや！行け！終わりだ！どうだ？あ、行きましたね。で、全部捕まえてしまうと、報告されたポケモンはいなくなりましたという風に表示が出ます。では戻りましょう。合計で確か10体、いたと思うんだけども、どうでしょうか。あ、ここだね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。今回は親分はいなかったみたいだけども、レベル54から56のサマヨールを10体、速攻で捕まえることができました。でもサマヨールとかいらないので、これを全部逃がします。もう一瞬でこの数っていうのは嬉しいよね。まあまあ今のサマヨールはちょっとね、捕まえにくかったんだけども、本当はね、もうちょっと簡単。全然簡単です。はい。とりあえず10体すると、頑張りの石を9個。お、岩を1個。美味しいね。一瞬でこれぐらいのアイテムを入手することができます。それではおさらいです。頑張り系のアイテムを一瞬で大量に入手する方法だけども、このポケモン大量発生、これ結構起きます。大量発生しているところに向かいましょう。フィールドに到着したら地図を開けてみましょう。そうすると大量発生の場所、それが表示されているので、そこに向かいます。到着すると10体ぐらい大量発生しているので、あとはこれを捕まえまくるだけですね。もう周りにいっぱいいるので、もうボールを投げまくってください。トン！お前もだ！お前も！いけー！後ろにいた！もう一匹！いけ！ウィングボール大活躍！おー！出てくる出てくる！勇者いけ！来い！終わりかな？あ、まだ出るまだ出る！いけ！よし！まだだ！おいおい！今回めちゃくちゃ多いぞ！どうだ？もう終わったかな？そして入手し終えたら、ポケモンの気配はなくなったと出てきます。おそらく10体ぐらいは必ずいるっぽいね。で、運が良ければ親分も一緒に出てきます。発見したら必ず行ってくださいね。10体どころじゃなかった。14体いた。入手したポケモンは必要なやつ以外を全部逃がしてしまいましょう。逃がせー。でも今回がちょっと20いくつかのレベルだから、これは砂か砂利、どっちかじゃないかな。
逃がしましょう。さあ何がもらえる？砂利9個。お、砂利9個。石4個。美味しかったね。はい、ということで今日は頑張り系のアイテムを大量に入手する方法をやってみました。大量発生を見つけたら必ず行ってくださいね。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。